こんにちは。今回も世界史に出てくる地名のうんちくを紹介します。ギリシャ人にとっては穀物や奴隷の供給源となった黒海は生命線でした。黒海の入り口にあたるダーダネルス海峡はゼウスの息子でトロイの町を建設したとされるダルダノスの名前に由来します。それ以前にはヘラスの門という意味でヘレスポントスと呼ばれていました。ちなみにポントスは門の意味ですね。ダーダネルス海峡において重要な位置にあるトロイはドイツ人の考古学者シュリーマンがホメロスの叙事詩に描かれたトロイ戦争が実際に行われたことを示す遺跡を発見したことで有名ですが、町の建設者トロスの名を冠してトロスの町と呼ばれたといいます。あの有名なトロイって町の建設者が元になってたんですね。ダーダネルス海峡の先のマルマラ海は大理石の産地のマルマラ島があったことから大理石の産地という意味で命名されました。さらにその先のボスフォラス海峡は目牛の浅瀬という意味で、ギリシャ神話でゼウスの妻ヘラが放ったアブに追われたイオが目牛の姿のままで海峡を泳いで渡ったという伝承によります。なんかすごい伝承ですね。ボスフォラス海峡に面した植民地ビザンティウムは現在のイスタンブールの前身ですが、黒海からの速い潮流や強い風などを避ける船の待機場所になった金閣湾からマルマラ海に突き出した半島の先端に建設されました。都市の名前はビザスという地方長官、そして開拓の英雄アンテスに由来します。今回は以上です。ではまた次回。